変な話は先生も子どもさんと出会って子どもさんとトレーニングすることによって私自身も成長させられたっていう。あ、それならすごい感じてましたよ。もう本当に それだね。みんななるの時もなるなるに出会ってなるが成長させてくれたし、ゆずりが出会ってゆずりも成長、佐野が出会って佐野も、だからいろんなそういうたくさんの人に出会ってたくさんな刺激を与えていただいて、そして私自身も考えさせられて座ってきたのは84歳っていう感じ。でだからいまだにもそうだけど、今4歳の子、小さい子を襲えてるんですけど、自分でこの子供が襲えててどんな反応してどんな子こうなるじゃないけど帰ってくるかなと思ったり、見て観察してね、それでどんな、じゃあどんなスケーターを襲えたらいいかなと思ったりして襲えてるから、それで技術もこうやってやったらいいな、こういう変だっていうような考えさせられるという、成長させられるっていうの、そういうとこが未だにある。あると思う。だってナルと出会う前の鈴木先生とナルと出会った後の鈴木先生、なんかこうやって言うのも変だけどすごい変わったなとも思うし、あとなんだろう、なんか一番鬼ごっことかよくなんかグループのレッスン、誰かその8歳ぐらいの時に村とか6人ぐらいの小学生たち相手に先生1人が逃げ回る6対1みたいな鬼ごっことか先生と一緒にやってて、なんかその鬼ごっこをする中で先生を捕まえるためになんかいろんなスケーティングスキルを学んだりとかなんかねやってたから、なんかそういうことも計算してやってたのかなと思う。そうだね。そういう人とのなんていうかな、お互いのなんか知恵比べじゃないけど、そういう場によっていろんなこう考え方をこう、だから鈴木先生しょっちゅう変わるって、前こう言ったのすぐ変わるっていう、よく子供にねよくそう言われた、先生この間こう言ってるのに今度は違ったっていうようなことのね、今まで随分あって、そういうふうに思われてるかなと思って、自分ではこういろいろこうテストしながらやって、こうどうしたらいいかな、ああしたらいいかな、その方法がそういう子供にはそういう伝え方になってるんですけどね。だから子供の頃思ってましたよそれ。今考えるとなんかやっぱりさまざまな過程を経て、で子どもたちってすごい成長するのも早いから、もちろん成長したらそれなりの技術の変化とかもあるから、なんか全然それは正しいことだけれど、子どもの時って先生あの時こう言ってたのにみたいな感じで、それでなんか勝手にプンプン先生に対して怒ったりしてたし、あとね先生が一番特になるに対してねうまかったのはね、乗せ方、何かっていうと、なんかビールマンできたらなんかセブンティーンアイスって覚えてます先生？ダイエーの自動販売機みたいなセブンティーンアイスってあって、あれのクッキー&クリームをなんかビールマン1週間でできたら買ってやるって言われて、なるもだからもう鬼のように練習して、すごい体硬くて有名だったなるがあれをビールマンを1週間でできるようになって、でそれが今じゃあれですよ、ビポジのなるみって言われるほど体が柔らかくなったから、なんだろう、そういうなんかスケートとか論理的な目以外でもすっごい乗せるのうまかったなと思って、なる今それね実践してる、コーチになっても。でもなるね、先生はねすごい幸せだったのは、今変な話日本のスケート界でね、いろんなスケーターが活躍してほとんどある意味ではその人たちと出会って一緒にこう練習もしてトレーニングもしたりした時期がねたくさんあったっていうことはとても本当に幸せだなと思ってるんだけど、本当にそういう点では短い時間でもやっぱりそういう取り組む時期があったっていうことはやっぱしものすごい感謝してますね。だからそれといつも自分の信念は本物を作りたいという、本物は何であるかっていうのは未知の世界なんだけど、やっぱ本物を作りたいっていう、だから今ジャンプで言うんだったら4回転4
4回転だったら次は5回転があるんだから5回転というような言葉をね、自分で使ってマスコミの人にはもう5回転の時代ですよなんてちょっと話をしたりね、することもあるんだから、もうそういう、まあ、それも一つの自分の気持ちがやっぱりそういうふうにこう持ってれば、かなりなんかそこのそれをやるための一つのこうまた試行錯誤が始まって、また行動が始まって、何かまたそこで生まれてくると思う。でもそこでそう思わなかったらそこには何も生まれない。だからいつでもやっぱりそういう本物 にこう見つけるというねものは いくら年を取っても持ってなくちゃいけないなと思ったりする。同時にね、先生の年になるとね、肉体的なものがもうそういう思う心と肉体がねアンバランスになるアンバランスになるからね、やっぱりストレスがね溜まる時はもう。でもそういうのはもう肉体的な目はナルとかユズとかに任せて先生の意思を受け継いでいくから。あ、でもあれなんだっけな、その5回転とかの件でなる思い出したのが、先生覚えてるか分かんないけど、まだ小学生の頃に1年生の時に1回転、2年生で2回転、3年生で3回転、だから6年生の時は6回転だって先生言って、なるそれを真に受けて、で結構本当にそのスピードで行ったのね。3年生で、3回転飛べたんだわ、飛べたんだわ。今なんかちょっとなるジャンプ苦手なんですけど、先生に教えていただいてた頃はノービス B でもね 3番取らせてもらったりしてて、で本当にで4年生になった時にちょうど中国に行った時期だったんですけど、先生の手から離れて、でなんか中国に行って4回転飛ばないといけないものだと思ってすごい焦ったの覚えてますもん。もう4年生になったのにまだ4回転飛べないと思って。でもなんかそうやってなんか先生が勢いづけてくれたっていうか、なんか目標をなんだろう、自分の枠の外にいつも立ててくれるから、なんかそこに向かってるといつの間にかあれいつの間にか上手くなってたとか、本当にそれはなんか今だったら人生においてもなんかそういう考え方できるから、結構先生のおかげだと思ってる。それがね、羽生結弦はねすごいイメージを大事にするの。自分がこうやってこうしてこうやってやるっていうのもね、必ず自分でイメージ作るの。それでイメージが自分ができると思ったら本当にすぐできちゃう。だからイメージから自分の体を洗脳して、そして自分の技術をね確立していく能力はすごい。だから今回羽生自身が一人でトレーニングしたっていうのもね、そういうものがちゃんとできる、選手だから多分そういうことができたんだと思う。自分では一人でもできるんだというイメージは羽生自身は持ってたと思う。もし多分自分で持ってなかったらご両親に、甘えると思う。やっぱり自分でそれができるから多分一人でトレーニングやったっていうのを聞いたからね、ああというふうに思ったね。都築先生もイメージするからゆずみたいに、都築先生にゆずの体力っていうか若さとか体力があったら先生もオリンピック2連覇できてたんだ。まあ本当それ本当悔い残るのはそれだね。今自分でいろいろ経験して、自分が若い時にもし今自分がこうやってるような考え方で自分がスケートをやってたらね、なんか生まれたんではないかなという思う。残念ながらそのあれはなかった。今になって襲えるようになってそういうことはできるんだけどねでもそう考えるとやっぱり改めてゆずって神だなと思うのが、だって先生ってだってもう80歳でそういう考えになって、もちろんゆずにその先生が一気に教えたっていうのもあるけど、ゆずってまだ25歳でそういう考えが、ゆずって24歳ゆずって何歳、なるほどね。何の記憶の中でゆずはいつまでも8歳なんだけどさ、だからすごいね、やっぱり26歳か。ゆずもう26歳で先生と同じような考え方であったり、それにそれを実践できる能力を持ってるっていうのはなんかやっぱ宝だなと思う。なる、でもね、若い人のエネルギーってのはすごいよ、やっぱりね、年を取ってから感じることなんだけどね、
本当に若い人のエネルギーってね、年取ってね、ま、真似できない。これは真似しようと思っても真似、そのエネルギーは、でもエネルギーが必要な、何をやるにつけても、何をやるにつけてもエネルギーがあるから、何かそこで情熱が生まれたり、そして追求心が生まれたり、そして達成感が、そしというのステップがね、ある。だから本当にエネルギーってな、だからそういう点では、今私は羽生の自身がね、引退してからのエネルギー、違ったそのエネルギーをね、日本のスケート界に、あれしてくれたら、その願いは今ある意味では願いみたいなものは、ね、でもなんかゆずって選手やりながら、でもしかもやりながらっていうレベルじゃなくって、世界一を保ちながらも、なんかすごいもうすでに貢献してるところが本当に、なるだって自分選手の時って、今だったらこうやって先生に教えをこうと努力するみたいに、どうやったらスケート界に貢献できるかなっていうことをやっと考えられるようになったけど、選手の時ってやっぱり自分さえ良ければいいっていう考えだったから、まあ、そんなになんか自分より後輩のこととか全然考えられてなかった。なるわ。まあそれと、どんな世界でもそうなんですけど、必要なのは心技体ね。やっぱり技術を磨くためには、やっぱり心、心をね、それから、そして同時に、訓練しながら鍛える体、やっぱりこれが伴うことがすごい大変なことね。これがだから、それを支える周り、心技体を作るためにそれを支えていく人の周りとか環境とかというものが、条件的にはこう今のこのこれほどレベルの高いものを要求される時代になると、ものすごいもうレベルが高くなってる時代だから、もうそういうものを支えるやっぱり多くのスタッフがね、やっぱり必要だと思うね。だからやっぱり個々の力では限界がある。だから個々の力ではない、やっぱりたくさんのそういう力を活用する、やっぱり誰かコントローラーが必要だね。なんだろうな、ダイエーどっかにいた時はなんか先生がコントローラーっていう なんかボスみたいな感じで、ナルとかもユズもなんかどうやったら、スケート以外でどうやったらなんか先生を引きつけられるかっていうので、もちろんジャンプとかも練習して、なんか先生って飛べたらすごい自分たち以上に喜んでくれるから、どっちがなんか先生を喜ばせられるかみたいな面でユズとナルって実は競ってて、あとなんかいたずらとかも結構仕掛けたりしてて、先生覚えてるかな。いや、怒ってない。やっぱり本当にいろいろ試してやった時期があって、まあ、未だにも試して、また自分も試しながら自分の心の中で笑ったり、あ、今は失敗したのかな、今はどうだったのなんて心の中で笑いながら襲えてる時があるので、だからまあそれでその時は悪いなと思いながらする時もあるんだけどね。でも子供って素直だからね、本当にその通りに思ってやってくれるから、それがね本当に、あ、これその時にやっぱり本物を作るために真剣にならなくちゃいけない、真剣にならなくちゃいけないって思いながらやってる。なるもそんなに鶴木先生になんかあんまり怒られた記憶はないんだけど、なんかスケートの技術で飛べない。いや、そんなことないですね。先生は怒ってるって、もう噂でもう周りが大きな声上げすぎてね。なんかね、一回なんか警察とかこれはいいかなんか勘違いした。もうなるね、今の時代はね、先生の声出すとね、周りがね事務所にね文句言ってくるんだよ。もう昔だってなんか先生が回してて、ナルたち結構なんか楽しんで逃げ回ってたのに、なんか大学生の人がなんかそれを体罰だと勘違いしてなんか電話かかってきた時もあったよね。そういう時代だからね、本当に時代を思うとね、難しい時代になっているなと思いますね。まあそれとこれから若い先生たちがやっぱしこう夢を持って挑戦する
気持ちをね、いつも持ってもらいたいなと思いますけどね。うん、先生たちが、うん、先生たち、若いスケートに携わる人たちがね、うん、年関係なく、やっぱりそういう気持ちで、携わってもらいたい、うんうん、やっぱり我々ある意味ではコーチってのはビジネスかもしれないけど、やっぱりビジネスでありながら、やっぱり本物をつけるために、やっぱりこう夢のためにね、やっぱりある程度犠牲的な精神を持てるようなぐらいになって、なかなか難しいことだけどね。なかなか難しいなって。なるもちっちゃい頃鈴木先生みたいな先生になりたくって、でやっぱりちっちゃい頃お姉ちゃんとなる2人でスケートをしてたから、やっぱ2人分の、うちも別にそんな裕福な家庭ではないから、すごい苦しくってスケートをするのが。でその中でなんか鈴木先生とかお金とかはもう辛くないようにすごい考えてくれて、でもいっぱいレッスンしてくれて、でも本当に家族一同すごい先生に感謝してるんだけど、でなるもその時心に決めたのね。なるはもうね、将来ね、先生になったら、まずは選手の時にお金持ちになって、先生になったら生徒から絶対お金もらわない、夢のある先生になろうみたいに思ってたけど、実際にね、なんか大人になってみると、そういう考えを持ち続けてる先生の偉大さがなんかすごいなって、すっごい、しかも最近思ってます。なる、なんで先生ってこんなに、なるに限らずだけど、自分の携わった人みんなに対してなんか情熱、自分以上にケアをできるのかなっていうのが、まだ未だにね、まだなる未熟だから解明できてないけど、なんかでもずっと先生のなんかようになりたいとは思ってる。やっぱりスケートは好きなんだね、うん、スケートが大好きの大好きで、なんかもう本当にスケートしか考えてないバカかもしれないし、だから未だに思うんだよ、ね、夜寝てる時にちょっと起きるとスケートのことを考えて、こうかなって、うん、布団の中でね、取り組んで、想像しながらね、それで、それをすぐ次の朝子供に やらせてみたりしながらね、そんなことも今やってる。未だにっていうか、今もそこは全然変わってないなって今日本当に感じてて、今日最初にリンクで先生にお会いして、でその後ここに移動するまでに時間があって、で先生をここにこう連れてこようと思うんだけど、やっぱ先生今日オフだったはずなのにリンクに来ちゃったから、もうリンクの生徒もみんなこう気になって仕方ないような感じで、先生をここまで引っ張り出してくるのが結構なる大変だったもん。なるもなんかそんな、でも先生の根底にあるのはずっと思ってたことだけど、やっぱりスケートが大好きっていう気持ち、うん、大好きだね、うん、なるもその気持ちはもう先生にも負けないぐらいだから、なんだろうな、あとはやっぱりこれからの練習場所だったり環境っていう面を、私たち若い、しかも先生からも行動力があるってお墨付きをもらったので、この行動力を生かして、どん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 新しいこと、先生が抱いてるビジョンにこうちょっとでも力になれればなって思って、精進してまいりますよ、鈴木先生。はい、ありがとうございます。